フィリップ・スチュアート・キッチャーは科学哲学を専門とするイギリス生まれの哲学者。アメリカ合衆国在住。ロンドンに生まれ、イースト・サセックス州のイースト・ボーンで幼少時代を送った。1969年にケンブリッジ大学、クライスト・カレッジから数学、歴史学、科学哲学の学士を1974年に プリンストン大学から科学史と科学哲学の博士号を取得した。彼はそこでトマス・クーンと共に親しく研究を行った。キッチャーは生命倫理、創造論、社会生物学に関する検証的な研究で科学界以外でもよく知られている。社会生物学の強力な批判者であったリチャード・ルーンティンの下で学び、キッチャー自身も当初は 社会生物学の厳しい批判者であったが、1980年代に強い支持者に転向した。彼の研究は、生物哲学、数学哲学に生じる問題と、認識論の中心的な哲学的問題、刑事上学、倫理学をつなごうと試みる。また、ジョン・スチュアート・ミル、カントや他の哲学史の重要人物に関する論文を執筆している。近年では、 ジョン・デューイに関心を持っている。また、自然主義的倫理学に関する本を執筆中である。現在コロンビア大学で教えており、ジョン・デューイ哲学教授に指名された。以前には、バーモント大学、ミネソタ大学、ミシガン大学、カリフォルニア大学サンデー語校などで教えていた。また、アメリカ哲学学会の前会長である。2002年に、 アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。2006年に科学哲学での業績に対して、アメリカ哲学学会からプロメテウス賞を与えられた。妻のパトリシア・キッチャーは、関東と心の哲学を専門とする哲学者で、コロンビア大学で教弁をとっている。著名な教え子には、ピーター・ゴドフリー・スミスがいる。ありがとうございます。